あのあれですよ、ちょっと見ましたよ、あのよく皆さんがお,おとといとか3日前とかに、あの芝生に触れろ、芝生に触れろって言って、もう気になっちゃって、芝生で検索してみちゃったよ、くっそ笑っちまったわ、<laughs> くっそ笑っちまった、なんか、なんだこれっつって、うんく、いや、笑っちまった、単純に、くそ、くだらんと思って、笑っちまった、うんだけど、 なんかまあ調べてみたら、あの調べてみたらとかなんか、状況を把握してみると、あのお子さんが2人いるそうで、そこに関してはちょっと、えーっつって、なんか、引いちゃったひ。引いちゃった。え、あの人何ああの人パニック障害なのあの人。あそうなの俺なんか、まんじゅ垂れて、まんじゅ垂らして死ねみたいなツイート見て、めちゃくちゃ笑っちゃったんだけど、まんじゅって久々に聞いたわっつって。あそうなの あそ、そうなんですねあ。病院連れてか、くる。あそ、そうなんですね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。そう、そうなんですね。じゃ結構その、体的にも、精神的にも、結構きつい状態だったんですね。あそう、そうなんだ。そうなんですね。あそう、そうなんだ。パニック障害の症状、かなあの。パニック障害の症状ってさ、 動機とかそういう系だったりするけど、あのツイート内容は別にパニック障害の症状っていうのかあのツイートに関しては。パニック障害ってさ、あの、パニックになって、よくおえちゃんが、あんとかは子供、なんとかは大人、なんとか出てきたらパニック障害とかって言ったけど、なんかその、パニックってさ、なんか、うわああああみたいになるのじゃないからな、あれな。うん。パニック障害の症状じゃないよ、あのツイートは。ただ、 すんごいパワーワードすぎて、なんだこれと思って、ねあ、そうなんだ。難しいもんですね、やっぱ SNS っていうのはね、本当にね。うん。なんか、最終的に、あのー、俺、なんか、これ、騙されてんじゃねえかなとか色々、いろいろ、いろいろ疑心暗鬼になりました。これ、エンタメだろ絶対そうだろと思ってる、思ってたんですけど、うん。わかんないもんですね、本当ね。あのー コップがこうね、あのうん、もう並々にこう、継がれてしまって、それが溢れた時に、もしかしたら私たちもあるかもしれないんで、まあ、日頃ね、メンタルマネジメントしていきたいなと思うんですけど、パニック障害で UK もパニック障害笑うなって、親近にツイートしたようにお前は爆笑するんだかな。だって俺知らなかったんだもん、だって <laughs>。知らなかった、あれ、パニック障害の、あの、その前兆とか、そういう状況だって知らなかったら、俺、笑っちまうよ、あれ、正直。あの文章だけ見たら。うん。 であれが結構もう、あのー、そういうなんかね、ただ、ただツイートはパニック障害の症状じゃないと思うよ、ただ。うん、またちょっと別物だと思うよ、多分、うん。ただ、まあ、背景としたらば、あの自分ツイートするのを制御できないぐらい、多分すごい追い詰められてたっていう、多分背景はきっとあるんだろうね。まあ、それはよくわかんないけど、なんでああいう風になったかって。俺はただ、もう本当に、まん垂らして死ねって書いた文章がパワーワードすぎて、 なんだこれと思って俺久々に聞いたば「まんじる」って言葉と思って「まんじる」って使わなくないだってしかも女の人に対して「まんじる垂らして死ね」ってそうんか考えたこともなかったからうんね、まあちょっとまああのーねまあちょっとまあ早く良くなってほしいもんですけどね、うん、ちょっと で、それで早、早くああ、ああいうの見ると、どうしてもちょっと、めんどくさいんでね、いろいろ。あの、上がってきてる感じもするんで、あの、ね、まあ、なんか裏でやってほしいなと思うんですけど、また、なかなか難しいんでしょうね、やっぱりね。あの、えー、YouTuber やってるとね、どうしても。うん、<laughs> そうそう。んかこういうふうにやると、ほら、あの、ファンみたいなやつが、お前、芝居のことよく知らなくさに語るなよとあの、芝居ファンがちょっと、ね、こういうふうに怒られるんで、僕も。はい。すいません、チョコチップ、鼻血デールさん、すいません。 渋谷さんのところにお帰りください。申し訳ないです、本当に。